モロプスは、新生代中心よの北アメリカ大陸及び、ヨーロッパに生息した、馬に似た、草食動物。キヒズメモクカリコテリウム化に属する。学名は、遅い足を意味する。肩高約1.8メートルから2.4メートル。大型の馬ほどの大きさのであった。頭骨は馬に似る。しかし歯は低士官であり、柔らかい植物を食べていたとされる。胴体は四死に比して短い。 獅子は講師に比べてやや前足が長く、胴体は後傾する。前後とも三本の跡を持つが、前肢には大きなカギ爪があった。これは、どうかのカリコテリウムなども同様の形態であった。しかしモロプスは、カリコテリウムに比べて首が長く、オカピに似た体型であった。歩く際はカギ爪を地面に触れないようにしていたので、あろうが、ナックルウォーキングをしていたわけではないらしい。 このカギ爪の死とは諸説ある。彼らの生息域はサバンナであったとされるが、おそらく寒気にはこの爪で地下茎などを掘り起こして食べたのではないかと言われる。あるいは前死が長いことから、小宅地に生える水生植物を掘り起こすのに使用したのではないかとする説もある。また、走行の際にこの爪をスパイクのように用いたとする研究者もいる。腰が低く、 体重を支えやすい構造を持つことから、講師のみで立ち上がれたと言われており、このことから彼らは日本足で立ち上がり、腕で木の枝を引き寄せて、この葉を食べたとする意見も存在する。こうした点は、南アメリカ大陸に生息したメガテリウムと共通した特徴である。しかし、肘関節は、このような動きには、あまり適していなかったとする指摘もある。他には、オオアリクイなどのように、 捕食者に対する、護身用の武器としても使われたのではないかとも、言われている。この説の根拠は、肩甲骨や、獅子の骨、肋骨などに肉食動物から受けたとおぼしき、傷跡が確認されたことである。同時代には、食肉目の捕食者、トマルクトゥスなどが生息していた。ありがとうございます。